はい、こんにちは。のぶや本店ののぶです。今日もですね、久しぶりにうつ病のお話をさせてもらいたいと思います。何を隠そう、私、今から約10年前ですね、うつ病を経験しました。そんな流れでですね、このチャンネルでは過去にうつ病のシリーズ、何回も投稿させてもらいました。で、今回はですね、質問をいただきましたので、そちらにお答えするという形で、うつ病のお話ししたいと思います。まずはコメント読ませてもらいたいと思います。お名前がですね、O0 さんかな ?OO さんか、00さんか、O0 さんかな ?O0 さんでいきましょう。いつも楽しく動画を拝見しています。のぶさんは病気が少し良くなってから一旦会社に戻られたみたいですが、その時どんな気持ちで日々仕事、生活していたのか、そこから独立開業までの流れの部分のお話も聞いてみたいです。こういったコメントをいただきました。そうですね。うつ病の時のお話は、ちょくちょく過去のね、うつ病のシリーズでお話しさせてもらったんですが、うつ病が良くなって仕事に復帰してから独立までのお話、これまでね、あんまりしっかりしてこなかったなと、確かに思います。そこで今日はこちらのお話をしたいと思います。まずですね、今日初めてこのチャンネル見てくれたという方のために、ざっくりと、私、ノブの概要をお話しさせてもらうとですね、現在は千葉県市川市行徳という町でヘアサロンを営んでおります。正確には理容師、つまり床屋さんなんですが、ゲストの9割は女性というサロンを2012年にオープンしたので、今年の4月で、丸々10年経ちます。そんなヘアサロン、マンツーマンサロンね、一人ぼっちでやっているヘアサロンのオーナーでございます。じゃあ、独立する前に何をしてたのかというと、まあまあ、店舗数のある規模の大きなね、ヘアサロンの代表取締役をしていました。代表取締役といってもですね、創業社長ではなくって、創業社長はのぶさんの師匠であって、のぶさんはその2代目。お前が次会社を継いでくれないかと言われて、代表取締役になりましたと、そういう2代目の社長でした。そこで、社長というね、名前に押しつぶされたとでも言うのかね。まあもちろん、現実的にやっぱり社長というのは社会的な責任も重いしね、大変なことではあるんだけど、どちらかというと自分自身で、自分を潰してしまった。そんな感じだったかもしれないね。時は忘れもしない。東日本大震災。あの時はですね、もうまさにうつ病の真っ最中で自宅療養中でした。誰とも会わず、もちろん仕事になんか行けずにね、何にもやる気が出ないで、毎日、わけもなくしくしく泣いたりね、もう二度と自分はまともな社会生活には戻れないんじゃないかなんていう絶望の日々でした。そして時は流れて数ヶ月。のぶさんの場合はかなりね、症状が軽かったと言えるんじゃないかなと。うつ病の中にはね、何年も何十年も非常に苦しんでいる方たくさんいらっしゃると思うんだけど、のぶさんは数ヶ月で職場に復帰することができました。これはですね、もちろん、温かく見守ってくれた職場、ね、自分の師匠を含め後輩たちもそうだし、温かい家庭があってね、非常に周りのみんなからの助けによって、のぶさんは奇跡的に早く回復して、職場に復帰することになったわけです。そこで今日はこの復帰してから独立開業まで、このお話をね、流れをしたいと思います。まず復帰するにあたってですね、すごく辛かったというかね、苦しかったというか、苦労したというのかな。それは自分がもう仕事に戻ろうと。もう自分はだいぶ良くなったから仕事に戻ろうと思った時に、何ヶ月も休んでいたわけだよね。だからこれって、例えば誰もが経験あると思うんだけど、小学生の頃風邪をひいて学校 2,3 日休んじゃった、その休み明け行くのなんとなくちょっと気まずいみたいな、そういった経験ある人多いと思うんだけど、それのもっともっと重大な深刻なやつだよね。社会的な責任がある人間が何ヶ月間も仕事を休んで、従業員はもちろんのことね、師匠ももちろんのこと、お客さん、多くのお客さんを抱えていたので、その人たちに今更会うのがちょっとね、気まずいみたいな。会社の方ではですね、なんと、のぶさんは胃潰瘍で体調を崩してるということで、お客さんに伝えていてくれたらしいんだけど、現実はもちろんうつ病だったんだよ。それですごくね、現場に戻りたい、仕事に戻りたい、ね、社会復帰したいと思いながら、なかなかグズグズしてたのよ、実は。というのは、現実的には、うちの妻、なっちゃんね、なっちゃんに俺は来週から仕事に戻るよっていうわけで、自分の中でもそうしようと決めてるわけよ。
なんだけどその日が近づいてくるとまたなんだか気持ちが落ち込んでいくというか、行きたいんだけど行けないみたいな気持ちになるわけね。そしてその日はやり過ごします。そしてまた次のきっかけ、今度の週末から行くよ、それを自分の中で決めるんだけど、その日がまた近づいてくるとまだ無理かもみたいなね。そして、また休み明けね、よし来週から行くぞ、やっぱり行けない。この繰り返し何週間したかね。である時ね、妻なっちゃんがこういうわけ、のぶさんまだ無理しない方がいいよ、のぶさん自分では自覚ないかもしれないけどため息ばっかりついてるよって。ああそうなのかと、自分ではねため息ついてるなんて自覚が全然ないわけ、でもまだまだため息ついてるよって。ああそうかと、じゃあもう少しのんびりしようとね、職場に甘えて休ませてもらおうと思ってね、それからまた何週間も経って同じようなことを繰り返すわけよ。もう戻る、ね、職場復帰する、でもやっぱり行けない、よし次のこの日から行く、やっぱり行けない、これを繰り返しました。そしてやっぱりその間にもね、少しずつ自分の心というのは回復していったんだと思うんだよね。そしてある日、よし行くぞと、やっぱり行こうと、今日行く、そう思って、家を後にしたわけです。そこからね、まあ一度行ってしまえば、もうのぶさんの心というのはうつ病の思い影というのはもうほとんどなくなっていて、職場に戻ってしまえば、日々ねお客さんが待ってたよと、どうなのって言ってくれる、その煩わしさというか申し訳なさというかね、同じ説明を何度も何度も違った人にね、久しぶりにこう自分を待っててくれて、久しぶりに会いに来て髪の毛を切りに来てくれた人たちに同じ話をしなきゃいけないという、自分の中での、まあ気まずさ、というのはあったんだけど、日々どん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 ね、自分がその待ち望んでいた職場復帰、したことによって自分がどんどんまた新たにエネルギーをもらってね、元気になっていくなっていうのは感じていました。ただですね、その自分がうつ病になって社会復帰をしました、その前に実は東日本大震災の被災地である岩手県の大槌町というところにね、ボランティアのカットに行ってるのよ。この話は過去のうつ病のシリーズの中でもお話ししてるんだけど、そこで被災された方たちで、避難所暮らしの方たちの髪を切らせてもらうというチャンスをいただいてですね、うつ病真っ最中の中出向いたわけなんですが、そこで思ったのは、やっぱり自分は社長になった、いい社長にならなければいけない、そう思って自滅したなと、すごくそこでねはっきりとこう自分で自覚することができたのね。そして、もっと大きな収穫だったのは、そもそも俺はいい社長になるために頑張ってきたんじゃないよねって、自分の手で、目の前の椅子に座ってくれた人を喜んでもらうために頑張ってきたんであって、本来自分の原点はそこにあるんじゃないかってことを、その被災者の人たちに思い知らされた、思い出させてもらったというのかな、そういったことなわけ。これもうちょっと具体的にお話しすると、やっぱり被災者の方たちというのは避難所暮らしをしても今日明日どうなるかわからない、少なからず、寝泊まりする場所は学校の体育館であったりお寺、だったり、そういったところである。自衛隊は食べ物を運んできてはくれるんだけど、未来が全くこう自分の思い通りになると思ってたものがならなくなってしまった、まあ言い方はちょっと難しいけど絶望的な状態にいる人たちだよね。ただその人たちが自分が髪の毛を切ってあげる、たったそれだけのことで、切る前と切り終わった後では全く別人のようにみるみる、エネルギーがこうみなぎっていくみたいな、そういった現象を目の当たりにしたわけよ。そこですごくね思い出させてもらったの。そうだ、自分はそもそもこのために頑張ってきたんであって、その役割が自分にはあるなと。で、そこで何を思ったのかというと、いい社長になるということを手放すしかないんだなと、そんな風に思ったわけ。ただしこれはね、社長やってくんないかと、オファーというかね、お前に社長やらしたいんだけどどうだと言われた時に、引き受けた時のそのみなぎる気持ち、そして自分にはできるという自分を信じる力、そして突っ走ってきてうつ病になったという経緯から考えると、それを手放すということはね非常に苦渋の決断というのかな、途中で投げ出してしまう、逃げ出してしまうことに対する自分の
に対するなんていうのかな、不甲斐なさというかね、情けないなと思いつつも、やっぱり自分が本当に生きるべき道はこっち方面なんじゃないかということを感じさせていただいた、そういった経験だったわけね。じゃあいざ社会復帰しましたね、サロンに立ちます。その中で、すぐに今のようにね、自分でお店を出して一人ぼっちでやっていく覚悟が本当に腹の底から決まっていたのかというと、今思い起こすとそんなことは全然ないです。どういうことかというと、復帰したで当然その社長業をもうしていくわけだよね。サロンに立ちつつも組織全体のトップの人間としてそこに携わっていく、これを復帰した以上はまあそこからバッチリやっていこうと心に誓っていくわけなんだけど、ここでね強く自覚したのよ。ああサロンに立って目の前のお客さんの髪を切らせてもらって喜んでもらうことにはものすごく夢中になれるのに、そうじゃないことに対しては全く気持ちが向かないなと。まあ例を出してみると、例えば会議であるとかね、例えば銀行さんとのお話であるとか、そういった社長のお仕事ということに全く気持ちが向かない、ね、熱が入らない、できることならそんなことはしたくないと、こういった気持ちがですね非常にムクムクと自分の中に大きくなっていくということを実感しました。でもだからといってすぐに、やっぱり俺はもうこの組織をね、辞めさせてもらって自分でお店を出そうというアクションにはなかなかいけないのよ。これはだね、やっぱりその当時まだ子供たちは2人とも学生で家に住んでましたね、一緒に暮らしてて、今はもうね家庭を持って別々に暮らしてるわけなんだけど、当然妻もいてね、家のローンもあってなんていう、そういったことにこの後に及んでまだ囚われてるわけよ。会社にさえいれば安定的に給料がもらえるね、代表取締役といえども会社から給料をもらっているわけでね、これを手放してなおかつこの業界はね大概30歳ぐらいをめどに独立する人が多いんだけど、その当時もう41歳でした、ね、会社に骨を埋めるつもり、ね、社長業を全うするつもりで、長くいさせてもらったので年はもう40を過ぎていたんだけどね、その状態で、独り立ちするということの勇気が出なかった、ね、そういった経緯で、いまいち熱が入っていない社長という立場のまま数ヶ月が過ぎていくわけです。この時はやっぱり辛かったよね。なんか気持ちがそこに向いていないのに、その分自分のその会社の中でのポジションがあり、その分の給料が払われているということに対してすごく、苦しいなと思ってたんだよね。これは、やっぱりうつ病になるような人間の独特の特徴だと思うの。何か自分の中で、自分に対する変な部分の厳しいルールというかね、自分の中で守るべき掟みたいなものを勝手に作ってしまう、まあこんなことだからうつ病にもなったんだろうけど、それがうつ病がまあ良くなってね職場復帰できてもまだまだ自分の中に、根深く残ってるわけよ。そして、月日は日々こう過ぎ去っていくわけじゃない、その中でねやっぱりいたたまれなくなったんだよね。こんな状態で自分がいて、いいこと一つもないなと。自分にとってもそうなんだけど、会社にとって、こういったトップの人間の明らかにねモチベーションが下がっている、そういった自分がそのポジションにいるということが会社にとってよろしくないなと。まあ今冷静になって振り返ってみると、そこからまた時間をかけて、また何か違った方法があったのかもしれないんだけど、その時の自分はそれが許せなかったのね。そして悲しいかな、やっぱり自分の中でお金ということに関してはね、すごく不安があったね。まあ、さっきも言ったけど子供たちがまだ2人ともねお金がかかる頃であり、住宅ローンがあり、自分の生活というのはやっぱお金がなければね、していけないわけで、その社長というポジション、社長という名前にものすごく惹かれてたってことは正直ないのよ。
ただそこで、自分が置かれている立場に対して払われているお給料であるとか、まあ現実的なお給料の額だけではなくて、それに付随する保証みたいなものね、これが一人ぼっちになった途端に全く白紙になるわけだよね。そのことに対する不安や恐怖っていうのは正直あったのよ。これね、このことに関してね、このチャンネルを見てくれてる人の8割ぐらいはね、女性なんです。なのでなかなかその一家の大黒柱と言われるような立場の人間の気持ちっていうのはちょっと分かりかねる部分大きいのかなと思ったりもするんだけど、まあ男の中でも特にノブさんっていうのはそういう部分がなんか強くあるように自分では思うね。だからね、その日々を過ごしながら、ある日突然パッと、よし独立しようって、決断できたわけではなくて、うつ病の状態から職場復帰するまでが、ゆら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 揺れていたように、復帰してからも独立を決断するまではゆら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 していた。じゃあ、その決断する。その自分が一番はっきりと覚えているのは、師匠に相談しようと。師匠に相談じゃないな、打ち明けようと、自分の気持ちをね。自分はもうこの会社で社長をやっていられないんですと、そのためには自分一人でお店をやる、そういうふうに今思っていますということをですね、師匠に報告する、相談じゃないね、報告だね、そうしようって、決めたわけよ。で、面白いもんで、なんかそういう時っていうのは自分の気持ちや体がもう自分のものじゃなくなっているというのかな。ノブさんはね、なんかそのスピリチュアルとかあんまりよく詳しくないし、それほど興味がないというかね、否定する気もないし、そんなにこう興味がないんだけど、何かこう突き動かされる力が働いているかのようなね、なんかうつ病になったこと自体も何かその自分に対して必要なことを与えられたというのかな。なんかこういうのって非常に怪しいお話になっちゃいがちなんだけど、そこはちょっとそういう意味ではなくて、でも何かね、うつ病になったこと、うつ病を明けてからの独立するまでのこと、独立してからのことを思い返してみると、やっぱり何か明らかに軌道修正をされたみたいなね、君はそっちの道ではないですよと、こっちに行くべき人間なんですよ、間違った方向に行かない方がいいですよっていう何かの力が働いてたような、そんな気がしてならないんだよね。これはもっと話を遡ると、自分が生まれてから今日に至るまではすごくそういった何か本来自分が進むべき道じゃない時に必ず何かの力で軌道修正をしてもらってきたような、そんな気がするんだよね。だからといって守護霊様に守られてますとかそういう感じじゃないんだけど、何かやっぱり自分が収まるべきところ、進むべき道っていうのは自分以外の何かに、なんかそのそういった力が働いてるような、そういった感覚にはなるね。今こうして冷静に考えてみても、振り返ってみるとそういった力が働いてきているなと、そんな風に感じる。で、まあちょっと話をね、元に戻させてもらうと、うつ病になりました、回復して仕事に復帰しました、独立までの間というのは、ものすごく揺れ動いていたということね。おそらく今現在、ご自身がね、うつ病というね、恐ろしい病気で苦しめられている方、または身近にそういった方がいる方、わらをもすがる思いでどうにかこの現状を変えていきたい、または変えてあげたい、そう思うのかもしれないんだけど、これだけね、世の中に多くの心の病になっている人たちたくさんいる。でも決定的な何か、こうすれば治りますってことが公にこう、なんとかな、出回っていないよね。ということは、その人の数だけその、なった原因、その傷の深さ、それを改善するための方法っていうのはあるんじゃないかなと思うし、何かその風邪をひいた時みたいにね、熱が出ました、
早めに暖かくして寝ました。朝起きたらすっきりして熱も下がってました、みたいなことは、あんまりないんじゃないかなと。ゆら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 ね、ゆら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 、迷いながら悩みながら少しずつ振り返ってみると、あの頃よりは今ずいぶんマシになってるなって言ったらね、あんまり良くない言い方かもしれないんだけど、改善の方向に向かっているな、それの繰り返しなんじゃないかなと思ったりするわけよ。これはね、怪我と一緒かなと。のぶさんはそのうつ病を経験した身としてね、よく思うのは骨折と同じなんじゃないかなと思うわけ。いや、実はね、のぶさん骨折したことない、ね、あの鎖骨にひびが入ったとか、そういうのは肋骨がちょっとなんかひびが入ったとかあるんだけど、ポキンとこう腕が折れたとか足が折れたっていう経験はないんだけど、まあその肋骨が折れたとかね、鎖骨が折れたり肋骨が折れたりってこと、それも治っていくのも、ほったらかしておくと骨っていうのはまあ基本的によっぽどひどい骨折じゃない限り、鎖骨や肋骨程度だとひびが入った、それがくっつくまでっていうのはほったらかしておいてくっつくんだけど、ある日突然ね、ひびが入ったものがパチンとこうくっつくわけじゃないよね。徐々に、最初はやっぱり痛みが結構激しかったりして、動かすとズキンときたりしてね、その動かせる範囲が狭い。でもだんだん、痛みも和らいでいくし、動かせる範囲が広がっていく、気がついたら痛みがなくなっていた。そんな感じになるよね。これとなんか心の病気っていうのはすごく似てるよなって思うわけ。なので、もしね、今心の病を患っている、または周りにそういった方がいるという方はですね、そういった長い目で、焦らずに向き合ってほしいなと思うのね。今こうしてね、ほとんどの人はノブさんが元うつ病ですなんて言っても、まさかこのノブさんがって信じられないわっていうようなタイプに見えると思うんだけど、そういった人間が経験してそれが治っていく過程も本当に、ゆら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 こう揺れながら少しずつ改善していったわけです。はい、本当はね、この薬を飲めば3日で治りますとか、一晩寝れば治りますとか、こういった食べ物を食べてると綺麗に感知しますよなんてことがあればいいんだけど、そういったことではないんだよね。なのでまあ今回ね、質問してくれた大ゼロさん、わかんない、読み方がちょっとわかんないんだけど、今回質問してくれた方ね、この方がなぜこういったことをコメント欄で質問してくれたのかというと、きっとこの方自身が今心の病で苦しんでいるのか、周りにそういった方がいるのかなんじゃないかなと勝手に推測するんだけど、もしそうだった場合ね、ぜひとも焦らずにゆったりのんびりと付き合っていく、これしかないんじゃないかなと。まあ一応ね、そういった分野の専門家でも何でもないんだけど、経験者としてお話しさせていただきました。参考になれば幸いです。また何かですね、こういったことで疑問があればいつでもコメント欄の方にお寄せください。ということで、今日のお話は以上です。では最後までお付き合いありがとうございました。実はですね、ここ千葉県は昨日、つまり今日見てくれてる人にとって一昨日になるんだけど、これは金曜日に撮影してます。金曜日に撮影してるので、土曜日見てくれてる人にとって一昨日、昼過ぎから千葉県市川市、雪がねハラハラと降り始めました。いつになったら止むのかなと思ったら、なかなか止まずですね、さらにだんだん、葉っぱの上とかがね白くなっていく、だんだん積もり始めたわけ。そして夕方になってもまだまだ降っていてね、その時の様子見ていただこうと思います。雪国の人にとっては珍しくもなんともない、景色でしょうが、ここ関東地方ね、特に千葉県なんていうのはどちらかというと温暖な地域です。雪が降るなんてことは何年かに一遍、まあ降ったとしても積もらないね。でも実はその木曜日、まあまあ積もっちゃいました。その様子を見ていただきましょう。ドン。現在時刻は夕方の5時になろうとしております。こんなに降っちゃってます。こんなに積もっちゃってます。歩道はおろか車道まで真っ白でございます。こんな感じです。やばい、千葉県久しぶりの大雪でございます。ということで、こんな感じで積もりましたが、実はこれ撮影した後もじゃんじゃん降ってね、夜になってもなかなか止まず、夜7時過ぎかな、やっと止んだのは。だからね、結構積もっちゃったので、道路も車が通る道路ですらね、
通りが激しいところはびちゃびちゃになってるだけなんだけど、うん、車があんまり通らないところは道ね、車道にも雪が積もっちゃってね、こうなると関東地方の人間は本当に弱いです。普段雪に慣れてないからね。なのでノブさんも慌てて家に帰ろうかと思ったんだけど、結局ねこのまま帰るのは家にたどり着くまでに結構危険だなと、車の運転がね、スリップしたり、なんだりして事故ってもうどうしようもないんでね、そのままお店に一晩泊まりました。で、実際に予約が入っているわけでね、その予約の方に連絡させていただいてですね、日にちを変えてもらいました。しかもだね、その日は新規の方がね予約を取ってくれてて、まあ、柏の陽子さんご迷惑をおかけしました、こちらからね連絡して、あまりね雪が降っちゃって、同じ県内なんだけどちょっと来るのがね危険かなと判断したので、そういうご連絡をさせてもらいました。そして日にちね別にずらしたので、その日心からお待ちしております。きっとねこの動画見てくれてる人の中にも雪の被害に遭われた方いると思います。ぜひともですね、もうだいぶ溶けている頃かな、この動画が始まる頃はね、だとは思うんですが、ぜひともまだ日陰のところとかね、人があんまり通らない、車が通らないなんていうところは凍ってたりするのね、だからぜひとも足元にお気をつけてお出かけください。ってな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた火曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。パーでした。ありがとう。あ、恒例の忘れてた、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった。 OK ありがとう。1,2,3